説明絶望、目の前絶望。あれだけ派手に大騒ぎすれば誰でもわかるっすよ。ああ、それにお前のチャクラもダダ漏れだ。間違いようがないだろ。お前というやつは一人でちょろちょろしやってお仕置きのアイアンクローだ。ブラザーストップ、雲のトップが大人げない。問答無用。もう聞きたいよ。以上が五影階段で起こった全ての出来事だ。そうか、そこまで荒れた階段になったとはね。ナルト、これはお前を守るための戦争でもある。風影として俺は命がけでお前を守る。暁の配下としてサスケが忍び連合の前に立ちはだかるなら容赦しない。サスケはお前を見ようとはしていない。自ら闇を求めている。お前は俺に自分は火影になる男だと言ったな。俺は風影になった。影の名を背負う覚悟を決めたなら、サスケの友としてお前が本当にやるべきことをやれ。俺はお前を友だと思っている。かつての俺にとって友とはただの言葉、それ以上でもそれ以下でもなかった。だがお前と会って気づかされた。大切なのはその言葉の持つ意味だと。その意味することが何なのか、お前はサスケのために何をしてやれるのか。ではな、ナルト。カカシ先輩、これから僕らはどうします？何にしてもまずはサクラを止めることが先決だ。サクラには僕がついています。サスケに近づけさせないようになんとか手を打ってみますが。すぐに俺も行く。サイ、案内を頼む。俺も行くってばよ。お前はここで待ってろ。ここからは俺の役目だ。でも今のお前とサクラが顔を合わせてことが穏やかに収まるとは到底思えないよ。ヤマト、あとは頼んだよ。カカシ先生。おっと、悪いけど頭が冷えるまでじっとしてもらうよ。キバ、見つけたの？ああ、サスケの匂いで間違いねえ。このまままっすぐ行けばぶつかるぜ。いよいよですね。行きましょう。おっせ。およ。ここまで来るともうちょいだ。さすがに緊張しますね。ちょっといいですか、みんな。どうしたの、サイ？サクラ、
君は一人でサスケを始末するつもりなんじゃないですか。え、今手にしているそれを使って僕らを眠らせた後でね。は？どういうことです？さっきの言葉の通りです。さくらは最初からたった一人でサスケと戦うつもりだった。なんで一人でやろうとした？そうです、僕たちみんなでやるって約束でしたよ。ごめん。たく、僕らはいわば運命共同体、最後まで一緒に行きましょう。いや、ダメだよ、ここから先は誰も行かせない。サイ、こいつやっぱりうさんくせえやつだと思ったぜ。僕たちだけじゃサスケに勝てはしない。それにカカシ先生に行かせないと約束したんだ。だから誰も進ませない。どうしても止めるってわけね。カカシ先生の言うこともわかるが、そう何度もサスケを野放しにできるかよ。さすがに1対3では分が悪い。でもカカシ先生が来るまで時間を稼がないと。サイ、あんたが何を言っても私の意思は変わらない。邪魔をするなら容赦はしない。戦闘開始。サイ、あんたじゃ私を止めることはできない。これは僕も本気でいかないとまずい。サイ、どうしても私の邪魔をするっていうのね。赤石先生が来るまでなんとか止めてみせる。安心してください、さくらさん、僕が道を切り開いてみせます。ありがとう、リーさん。さすがに3人の相手じゃきついな。このまま勝負を決めさせてもらう。私だっていつまでも守ってもらってばかりじゃない。勝負あり。サイは抑えることができた。あとはへん、俺らの勝ちだぜ。ごめん、みんな、やっぱりサスケ君は私一人でやる。まさかキバやリーさんことカカシ先生。すみません。久しぶりだな、団蔵。内葉の事件以来だな。内葉、まだだか。ゆっくり話をするつもりもなしか。話ならば
お前を捕獲した後、存分にできる。なるほど。マダラ、奴の能力は未知だ。用心しろ。ハモ。サスケ君がこの先に。名は内葉サスケ。さくら、いてえよ。さくら、誰だ、お前をそんなにしたやつは。やっぱりサスケ君が最高ね。サスケ、俺と勝負しろってばよ。うすらトンカチが、なんでお前とそんなことを。仲がいいね、お前たち。私がやらなきゃ。サスケ君、さて、これで邪魔者はいなくなった。ダンゾー、そろそろ本番と行くか。うちは、サスケか。サスケ、お前は下がっていろ。巻き込まれれば死ぬぞ。さて、どれほどか見せてもらうぞ、サスケ。貴様を始末する前に、一つお前に聞いておきたいことがある。なんだ？お前を含む木ノ葉上層部の命令で、内派たちに俺の一族を抹殺させたのは本当か？本当かと聞いてるんだ。あいつはそんな男ではないと思っていたが、いたちめ、死に際に全て喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だったってことか。自己犠牲、それが忍びだ。日の目を見ることもなく影の功労者、それが忍び本来の姿。イタチだけではない、多くの忍びがそうやって死んでいった。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたのだ。だがお前に秘密を明かしたイタチは、木ノ葉に対する裏切り。それ以上たちを語るな。そうだな、これよりは目で語る戦い、言葉は不要だ。戦闘開始。お前は俺が潰す。
小僧が。なるほど、ただの小僧ではないということか。消えろ団蔵。わしを凌駕するか。残す必要があったというのか、イタチ。イタチ、こいつはお前の唯一の失敗そのものではないか。からぬお前はここで果てよ。敗北に染まるその姿がお前にはお似合いだ。勝負あり。分かったか、絶望は。目で語る戦いだ。無茶をなめるな。お自己犠牲を語ったお前が人質とはな。自分の命が惜しいわけではない。木の葉のため、忍びの世のため、わしはこんなところで死ぬわけにはいかん。どんな手を使っても生き延びる。この女はそのための犠牲だ。動くな、カリン。人質ごと。兄さん、まずは一人目だ。うちは…カリン、人質に取られるようじゃ足手まといだ。
逃げられると思うな、団蔵。忍びの世のため、木の葉のため、お前らは決して生かしておけぬ。これは裏小封印術。サスケ、団蔵から離れろ。ヒルゼン、結局わしは火影にはなれなかった。どこまで行ってもお前には追いつけなかったよ。お前は光を浴びる木の葉、俺は闇の中の根。こんな俺をどう思うなあ、ヒルゼン。どうやら己の死に際で発動するように道連れの封印術の術式を組んでいたようだ。危なかったな。次だ、木の葉へ向かう。そろそろ頭も冷えたかい、ナルト。僕としてはそろそろ木の葉に戻って会談の結果をみんなに伝えたいんだけど。俺は、私はナルトさえいれば十分だから。ナルト、あんたももうサスケくんを追うのやめない？サクラはサスケを諦め、君が好きだと告白することで君との約束の重荷を解いた。大好きだからこそこのまま悪へ突き進むサスケを放ってはおけないんだと思う。やっぱり木の葉には戻らねえ。俺のやるべきことは木の葉に戻ることじゃねえ。俺が本当にやるべきこと、それは、おいナルト。サスケはまだ純粋だ。簡単に何色にも染まる。そうなった場合、お前は奴を止められるのか。サスケを殺してでも。お前はサスケのために何をしてやれるのか、よく考えろ。俺ってばまだ答えを見つけてない。俺とあいつとの答え、それを見つけないと俺は前に歩けねえ。だったら俺のやるべきことはもう一度あいつと話をすることだ。だがそうはさせない。君を止めて木の葉に連れ戻すのが先輩から指示されたことだからね。だったら大和隊長には悪いけど押し通らせてもらうってばよ。戦闘開始。先へは行かせないよ、ナルト。強くなったな。まずい、このままでは。このまま一気に押し切ってやる。どんなに厚い壁も俺の真術でぶっ飛ばす。勝負あり。
今やるべきことが分かった。だから俺は止まらねえ。ごめん、ヤマト隊長。俺はサスケんとこに行って、そんであいつともう一度話をする。それが今の俺にできること。それが答えを見つけるために俺にとって大切なことなんだ。だから俺行くってばよ。待て、ナルト。さくらちゃん、かかし先生、すぐに行くからな。待ってろよ、サスケ。